どうもショレです。ヨーコーチ2前回の続きからやっていきます。今回はヨーコーチバスターズを3人で久しぶりにやっていきたいと思います。バスターズ！で、今回なんですけど、まぁ、ちょっとね、まぁ、懐に余裕があるので、懐に余裕があるので、懐に余裕があるわけ、俺はもう。もう、なんでも OK。もうだって、熱かるゲットしてもだから。確かにな。楽勝やろ、もう。とりあえず、まぁまぁ、ネタパーティーではないけど、まぁ、レジェンドチームパーティー。レジェンドだけで挑戦したいなと。レジェパ。まさかレジェパこれできるやつはもう懐に余裕がなかったら無理やで。ほんまに。そうやな。レジェパ作れる人はほとんどおらへん。俺ほど懐に余裕やつおらへんから、そんなもん。もちろんプリンプリンで、俺は行きます。強いもんな。うんちくも強いわ。おのおのが自分を表すキャラで行きます。えやな。うん。俺は言ったら、ちょっと待って。最強やから言っても。ある意味最強のアタッカー。俺も一応まあ、ヒーラーやからな、俺は。今回。俺。最強のヒーラーかもしれん、下手し。俺、これで行かなかんの。どうなるんだ、どんな笑いしたんや。面白すぎるやん。よっしゃ、行ったー。お、タカは結構あれやな。自分らしいやつ選んできた。ほんまに、タカ、イケメンゲン俺これで行かなかった。前さんは俺だから、あれやん。じゃあ、イケメンゲンの真似してみて一回。お前してみて、ちょっと。Hey, baby. 俺の瞳に惚れるなよ。そんなこと言うんやん。あれ、チームワークの花輪くんやろ、それ言うても。確かに。完全に。確かにな。いいかだけでもそんな喋り方しとったような気がするでイケメン犬ワンダーホーやでイケメン犬ワンダーホーやなイケメン犬はなワンダーホーあでもヒーラー2体でどうなるやろなイケメン犬ヒーラーなそうやでヒーラーやでなんだ選んだお前何しとんお前アホかよお前ちゃんとせえよお前ダメだダメだほんまそういうのほんまえっ島がそういうのなんかその預かるゲットしても全部揃ったからそういう気抜くなよほんまに一番あかんねんほんまにタカ懐余裕ある懐余裕あったそこら辺あかんやろまずそこら辺タカが懐余裕あったらあかんわなほんまに間違いなく間違いなくせっぱ詰まった状況でタカで言ってもらうな長所だったらほんま失敗するタイプや一番にわかんないまさに逆や一番失敗するなチャンス5やけど俺はで俺はピンチが2やけどタカ逆や逆やなピンチで力勝てるタイプやのにそう言ったらもうチャンスチャンスになったらあかんと長所ってあかんタカで言って長所失敗するやんタカ見ていってもそうやけどそうだと思うどのゲームでもそうやってレジェンドパーティーで俺をレジェンド渡されたやつがこいつやったやけどいやそれまだ人の選手はやなそれは知らんわ渡されてたそうやでそれオッケーしたんだ誰やねん僕ですそうやろ結局だそれを人の選手はおかしいやおかしいやほんまそれはまさかこういう流れになるとは俺は思ってへんかったけどなもう絶対あれやまそうやってなんかその人の選手ほんま腹黒いやつやでほんま腹黒いやほんまに何でもかんでも人の選手はええ思とうからなほんまに腹黒いやなあ爆発する危ないダメオッケー回復2体あるからなこっちはラッシュだろいくぞ取っとで取っとでおーい何しとんねんおいえいや今のも明らかに無理やったから離れるでしょ俺離れるって離れてあってんほんま暗黙の了解やろそれすら分かれんだからほんまにかかっとったけどあれやなもう行ってもどうから行ったりやもんだよなほんまになそれすらそれすらもう何も分かってへんみたいな言われ方やなそれ一番高ってあれやソロバスターとかやったわけやん分かったわけやんあれでも一番下手くそやん一番下手くそほんまえなりくずきけたわえなりくずきはえなりかずきをちょっとバカにすぎてやろえなりかずきえなりくずきってあれやであの生放送でコメントしちゃった人やろそれでだえなりかずきバカにしたわけじゃない俺らが、うん、あそうなんえなりかずきって言ったんかおったなおったわけですよ、うん、多分それはまた俺らがバカにしたみたいな感じでな、うん、俺らの人格を否定し始めたな次はほんまに無人そうだししかもさっき分かっとったのに、うん、知らんふりしたら知らんふりしたからな人格結構そういうの多いからな人格否定まで言っとった今動画でも結構分かっとんのに知らんふりしながら俺たち聞いてきたわなんかドラッポとかでももう知っとんのにえこれ何これ何みたいな感じでもう、しらじらしい感じで言ってるから、ほんまに。あれは、もう一回説明することによって、なんやろな、分かってへん人もおるから。自分に説明したんや、それって俺に説明したんほんまに。アナウンサー式、アナウンサー式、何ですよね何やろ解説だの。オウム返し。松岡さんみたいな。オウム返し。うん、オウム返し。だからテクニックうん。テクニック。まあ、それによって、会話が生まれることによって、なんか一人で説明するより、より理解度が深まると。いう感じかな。言い訳終わりだが言い訳終わり言い訳終わりおっしゃおにぎりゲットしたぞあこれ鬼かよ余裕やろおにぎり行こう来んなよこの見回りはにほんまどうしようこいつタカ覚醒めっちゃ速いんやけど足スピードゲうんスピード犬やから犬やからタカのそっくりやなタカも速いやろ足まあまあなデル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 自信ある化け出しかけた化け出しかけた危ないでよしよしよし来た
うっとうしい飲み回り。だから野球部であるけん、まずなんだよ、足腰鍛えとうからな。裸足出してけたよ。裸足出し、あったな、うん、懐かしいな。冬の時期に裸足出し意味わからんかったからな。金ちゃん走り、金ちゃん走り、あのナンバ走りや、ナンバ走り、ナンバ走りな。ナンバ走りやったら流行られるとかだけど、俺は流行られた実感全くなかったんやけど、あったないな、あれあれなんだ。野球部、俺ちょっと思うんだ、野球ってなんかな、そんなに体力使わへんのに、やたら体力、持久力高める練習多いやん。多い。もうあれよ、あれは意味わからなかったで、ほんまに。体力。だって、確かにないわ、ずーっと止まっただけなんで、基本的には。うん、野球選手、タバコ吸っとる人結構多いやん。やのに、なんかやたら持久力高めたぐらいやんで。正直、体力いるのはピッチャーぐらいちゃうんけ、あれ。そうやで。ピッチャー、キャッチャーとかぐらいやろ。ピッチャーやっぱいるやん。ピッチャー、キャッチャーはいるやん。ピッチャーはいるな、あれ。そう、やったことあるね、ピッチャー。ないないない。何だよ、知ったら下かぶりじゃん。ピッチャーはいるな、やったやったセリフ。俺やってたからあれやけど、なんかやったことないのになんか。取る。あ、ダメ、危ない。わあ。まあ、ええんやけどな。取った取ってない。取ってん、たま何取ってもな。ほんま取るな。何でも取るな。今やったことないのにピッチャーは知ったかぶった。ほんまにな。いや、ピッチャーは疲れるであれ、ほんまでも。やったことないのに。いや、でも、野球で、遠投とかずっとしとったら、しんどいもん、あれ、やっぱり。遠投。まあな。うん。走るよりしんどい。走るよ、走る方がしんどいよ。でもあれな、野球ってほんま理不尽な、スポーツやなと思うけど、ピッチャーとキャッチャーのその、疲労の割合半端ないやろ。半端ないな。キャッチャーのあれ、マスクずっとかぶっとかなかんや。暑い。あの、暑いでほんま。キャッチャーの。高校野球しかもずっと座っとってやで、あれ。で、しかも、あれやで、バッターが目の前でバット振ったのにボール取らないやろ。あれやもんな。怖すぎんか、よく考えたら。当たる可能性あるもんな。そうやで。一番怖いわな。めっちゃ暑いでな、しかもほんまに。あれはやばい。ほんまに。野球、長袖長ズボン、特に長ズボン、まあ長ズボン危ないからか、あれ足が、うん、あれ暑かったな、ほんまに。あれめちゃくちゃ暑かった夏の日に。俺飽きるけど、あの野球のソックスなんか何の意味があるのか全く分からなかったからな。分からなかったな、うん、やたらほんまに、あ、何の意味があるやろ、思って。ほんま、あの女子高生がやるようなあのルーズソックスな。そこにはどういうせえへんの。いや、意味分からなかった、あんまり。ほんまに女子高生のルーズソックスじゃないやろ、別に。だから女子高生のルーズソックスは好きなんや。ルーズソックス、うん、あれ結構でも昔の年代じゃない。昔やな。今とか。まあやらへんのか。俺もあんまり。知らんけど俺も今。あんまり見てへんから分からへん今。女子高生を。女子高生を。まだ健全アピールだから。俺は行けませんよっていう。女子高生。お、行くぞクロ、速攻行こう。来た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 。これ多分回復余裕で間に合うから。爆弾ある。俺おにぎりあるよ。回復絶対間に合うからもう速攻行って倒すぞ。案外このパーティー強いかもしれんで。結構俺近づいとうからな、もう。回復が二人で安定するかもしれん。うんちくんから行かなあかんな多分。ほんまやな。うんちくん、もう行くよ、俺爆弾仕掛けだ。危ない、逃げな、逃げろ。よっしゃ、出た、よっしゃ、行ったれ行ったれ。危ない危ない、離れろ離れろ離れろ、危ない。回復しとこ、オッケー、2人で回復しろよ、2人で。よし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 、攻撃3つせえやん、お前。いや、でも確かちゃんと掛け声出してる。2人の回復者終わりやから、回復、オッケー、ナイス。よし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 、ネタバレって、よっ、強いからな。ちょっと、まあ、俺、あれ、回復溜まってへん、ちなみに。マジで？あ、マズ溜まる。あ、溜まった。誰回復するわ。逃げな。危ない。逃げな、逃げな、逃げな。何しょ、危ない。危ない。危ない。ちょ、爆弾解除行ってくる。爆弾解除行ってくる。あー、やばいやばい。これやばいぞ。いや、俺、おにぎり持とうか大丈夫、俺は。いや、俺、まあ、回復できへんからな。まあ、攻撃するしかない、とりあえず。もう一旦だと俺、おにぎり回復するから大丈夫。俺、もうアイテムないやな。でも、勝てそうな感は出とうけどな。出とうよ。もうアイテム半分や、ネタバレ回復や。危ない。 おにぎり使うよ、もう。使ったネタバレどこ行った。あ、俺間違えてタガ回復したんだ。ミスった。何しろやん、それはでかい。うわー、回復でミスったらあかんねん。タガに若干回復したんだ。ちょっとネタバレの回復量めっちゃでかいから。でかいな。だから絶対ミスったらあかん。タガは回復量低いけど。いや、もうおにぎり使った。使った。ちょっと待って、まだ足りひん俺。いや、もうちょいで足りるな。やばいな。あとちょっと頑張れ、攻撃。タガタ、いけ。よっしゃ、ナイス。よし、回復や、回復。ちょっと待ってな。はい、回復しちゃって。オッケー。あやーい、クリティが出た。うわー、マジかよー。ちょっと追いついとったの、あとちょっとやったのに。終わったー。終わったー、もう。くそー。でよーっと。ただ、うち黒バグつけられてもない。え、ただ黒バグつけられてもない。走る、俺たち。いくぜー。高いね。どうしようかな。どうしようかな、もう終わるしね。何しよう、戻るか。もう100本でもええから戻れよ、あんたか。戻れやよ、ほんまもう。こっちか。たか。帰ってきたー。たか、かーげ。あのタイミングでクリティカルか。いやー、あれでクリティカルじゃなかったら回復間に合っとったからな。いや、しかも俺も自分で回復しとったからな、あれ。最悪やったな。吸収で。最悪。で
でもあんまりこの子にも勝てんものないんじゃん。なんかいけそうな気がしたな、うん、爆弾とかでも今いるけどな。あ、1500当たりとったからそれでかかったと思うな。でかかった、確かにな。銀の正直タカのイケメン犬がちょっと邪魔やったな。邪魔やった。もうちょっとええの選んどきゃ。俺も思った。邪魔やった。俺結構回復頑張っとったでよ。何でただ正面で選んだんだなって俺今疑問思った。あ、黒で出た。え、プラチナコケシや。プロ出るんやな。100で出るんやな。え、今手があったの何やった。銀。あ、銀か。あ、銀なんや。まあ、とりあえず次どうする。とりあえずどうするよ。次もう一回行くか。もう俺手が金しかないけどな。銀で行く。銀行こう。銀やろ、うん、このパーティーで金はまあ最後やろ。人としてももったいないな、ちょっと。じゃあタカ覚醒で。タカ面剣。タカ面剣で。タカ面人面剣募集中です。タカ自分にこんな名前つけたんや。やばいな。俺つけてへんけどな。覚醒。俺こんななんか自分にイケメンってついた名前のやつに。なんかこんな髪型してないんじゃん次また。こんな髪型ってこんな髪型。耳やろあれ。エトみたいな髪型や。ヤトタみたいな髪型やほんまに。コロコロピッ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 。ヤトタ結構オシャレやから結構タカも似合うんじゃん。ああいうあの又吉みたいな髪型やな、どっちか言ったら。絶対嫌やわ。タカしか多分扱わへん髪型だ。扱わへん。確かに。俺でも行きまーす。俺でもちょっと役不足やわ。又吉みたいな。うん、役不足。結構似合いそうやけどな。タカったんな扱えるやろな、まだあの髪型も。あの髪型も着こなせるんちゃう。どこで過信評価したもん、ほんまに。タカで一歩間違えたらプロサッカー選手やもんな、顔は。顔は顔は一歩間違えたな。間違えとんしかも。よっしゃ。もう、お叩きに行ったで俺。ロケ版やん。マジで。もう行ってもええで別に。もう叩きに行った。叩きに行った。ケツ叩いだった。アホやで、お前。走り回って。走り回って。痛い痛い痛い。よし、もう行こう。まあ、ネタバレでいいな。クソ弱いな。回復力だけはいっちゃうまいけど。もう90だっけ、くらへん。俺も90ぐらい。チーク言うてでも90ぐらいでええんちゃう。うん。130ぐらい欲しいな。130な。90。うん、チーク。でも俺、前、大桑の神やったっけ、うん、あいつやったらクソどこかじゃない。130とかやったの。自分の強化しかできないんやん、確か。できんな。強化もしかも、もっと長かったらええけど。40ぐらいしかも上がらへん。5回ぐらいしか攻撃できんやん。うん。あれは弱いわ。微妙。あれ、すごい。チク結構回復するな。500やろ。一角タイプやろ、ネタバレは。なるほどな。でも、まあ、赤鬼、青鬼ぐらいって楽勝っぽいの、これ。2人がだから回復をミスれんかったら、まあ、死なへんやん。多分死なへんと思う。赤鬼、青鬼クラスやったら楽勝やろ。もう、行くぞ。あ、割れる。赤まで、まあ、まあ、まあ、無理。割れる。せーの。あー、無理。あー、惜しかった。あー、取った。ああ、よう取るな。取った。一応前やな、そこだけは。そこら辺もあるけ。アキストジアのあるけ。自覚け。アキストジアって何それ。アキストジアのあるけ。アキスプライド。アキスアキスやった。いつの間に俺アキスになったん。ちゃうかった。タカアキスやっとったんや、タカ。そんななんか俺がアキスみたいな話で流れ進めんといてよ。いや、俺風の噂聞いたね、一回。風の噂。なんかもしかしたら聞いたかもあるかもしれない。あのタカが、アキスしよったと。そう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 。アキスの高い年には名を、名を馳せとると。快速を吹っ飛ばしてやろ。うん。名を馳せとると。快速飛ばしてな。大感知入っとった？いや、もう屋敷に。屋敷しのとった？もう大金持ちが狙ってんっていう話聞きたいんやけど、一回。結構義族？義族？何や、義族。貴族やったか。義族。あれ。五右衛門、五右衛門とか大金持ちの家から金盗んでみんなにばらまいとったみたいな、市民に。五右衛門とかそんなの出てとった。ちゃかったっけ。絶対出てへんやろ、五右衛門なんか。うん、五右衛門、五右衛門ってあれやろ、エビス丸とかおるやつやろ。エビス丸、あの五右衛門助けとかやろ。うん、五右衛門ってなんか当たらへん、こいつ。そんな感じちゃかったっけ。俺次元爆弾ゲットしたわ。まあ義賊やったかな、確かあいつも。うん、次は何やろな。何か出るかな。さっさ出てこいやもん。かなりええ感じで回収しとるぞ俺。まあ8やと。8。俺も15。4。俺も17あれで。やばい。出てこいや早く。そろそろ来るぞ。超ハイペースで回収しとるわ今。まあもう来るやん。青や。青や。でかい。迎えに行くか。よっしゃ行ったれ。青も楽勝やと思うわ、このパーティーやったら。楽勝やろな。回復充実はでかいな、やっぱり。よし、行こう。来た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 。オッケー、俺22ポイント貯めたで、自分で。やばいな。やばい。もう10ポイント。青の人と合流しよう。
あ、俺や、まあ、回復が合流しようかもしなへんやろ。そうやな、基本はもう合流券、合流それ苦労人のために合流券爆弾持っとこ、合流券使おうかな。あべ、回復しよう、自分で回転アタックしよう、回転アタック、よっしゃ行くでー、回転アタック弱っ、オッケー、よっしゃ行くでー。ネタバレでめっちゃ動き早いな。でもそうやな、エセやもんな、やったら早い、バレリーナやしな。俺麻痺の音は今ふぅ、もう使っとってんちゃん、使おうかな。はい、ふざけんなよ、回復してー、前さん。はい、やっぱ自分で回復するわ。回復した、俺まだいけるやろ多分。はい、いけ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 、俺かよ、お水よけようぜ、絶対水は、ああ水よけようぜ、死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞ、いいやかってんよ、どうだ、どこ行った、水俺に使って向かっていくよ、いた、クレームきっちり逃げていけば棒攻撃は当たりになるもんな。そうやな、回復しろ、次必殺、オッケー、よしよしよし、爆弾解除したか、さっき叩いとこうかな、ちょっと解除行ってきまーす。次来るぞ、次来るで、次来るで、あ、ちゃうかった、これは次来るで、おいや、さすがに青鬼爆弾食らったら痛そう、444ぐらい食らいそう、あ、次や、オッケー、ほい、戻りまーす、ほらほら、えい、えい、ネタバレがやばい、HP、いや、やばい、もうあれうざっ、いけるいけるいける、サマーソルトキック、サマーソルトキック、くれめっちゃ前やん、ザコはほんま、おい、ザコはザコやん、ほんま黙っとけばやん、くれぞ、危ない、オッケーオッケー、ガイアがほんまに通しやろ、おい、オッケーオッケー、もう楽勝や、もう楽勝、はい、バクダン、ワンダフォー、爆弾そろそろ仕掛けてきそうやな、もう倒そうぜ早く、あ、仕掛けた、もう楽勝や、ここまで来たらいけるやろ、さて、こいつの爆弾俺多分死なへんと思うんだ、マジで700あるから、確かにな、元でやろ、いけいけいけ、元で倒しても元で、俺さっき取る、さっき取る、さっき取る、取れ、取った、取ってへん、取ってない、あ、回復しようぜ、ちょっと大事 HP、 俺回復できない、オッケー、じゃあもう多分爆弾割れるから、もうあとは取ってくるわ、アイテム全員持っとこうぜ、俺今おにぎり持っとる、マジでおにぎりいるんかな、俺爆弾持っとる、いるやろ、じゃあおにぎりでやろ、おにぎりが爆弾、基本、あとアイテムが密集しとるところで、アクロニア、おっしゃ来た、アイテムアイテムアイテムあった、出口どこらへん、来た、クロニも呼ぼか、時間が多分足りひんやろ、もう来たか、いやクロニの方行った方が早いと思う、行こう、これとりあえずアイテム、あーこれきついな、もう行くしかないか、行くか、なるほど、ボケが隠れとこ、仕上げだ、オッケー、よっしゃ、 HP やばいんじゃん、一旦逃げる、逃げる、 HP やばい、やべえよ、来たよ、クロニどこ行った、上行った、上行った、いや俺の追いかけていくよ、ありがたい、回復しよう、今回復しよう、アイテム取りに行かな、アイテムアイテムアイテム、ここある、お、おにぎりあった、でかいでかい、これはこれでかいぞ、必勝リレーか、よいしょ、 HP やばいで、危ない、しゃー、危ない、うわあ、今から 今からや、今からや、アタックチャーンス、やばい、みんなで地味に鬱陶しい、ザコ邪魔やな、ザコ鬱陶しいね、これ危ない、俺もおにぎり持っとうから自分で回復するわ、オッケー、マジで持っと、持っとで、やばい、行ってこい、行ってこい、危ない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 、あえ、あぶね、あぶねー、耐えた、あぶねー、耐えたわ、耐えたわ、やばい、一撃が強すぎる、こいつの、おにぎり、うぜえって、こいつ、おい、今にこいつ、やばいやばい、一撃250とかくらいで回復間に合わへんし、こっちから行くしかないか、あら、危な、どこで必殺しようね、お前、投資耐えてくれよ、まだもうちょいや、前さん何どこおるん、じゃあ今一挙だから、早くうんちくも回復しちゃった、オッケー、おっしゃ、でかい、これでかいぞ、おっしゃおっしゃ、いけるいけるいける、あと1分、あーこれ厳しい、いや、わからんわからんわからん、ギリギリいけるんじゃん、あぶらー、離れろ離れろ離れろ、おー、あー、また当たっとる、あれ早いやろ、結構早いな、あーもう、やばいわやばいわ、おい、回復した、おっしゃ、でかい、これでかい、倒せ、
ゼタカス、ゼタカス、ゼタカス。お前さんが死にそう。もう死ぬ。死んだら分からんやろ。逃げろ。早く足りひん。やばいよ。危ない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 。坂危ない。大丈夫。早く回復しろ、回復しろ。痛い。いけるいけるいける。鬼爆弾があと6。あと爆弾、俺さっきもう上がるな。俺さっき上がるわ、上がるわ。回復しろ、俺回復しろ。お先。いや、回復できひん、まだ。お先でーす。何しろ。もうやばいやばいやばい。おい、でゃあ、勝てる勝てる勝てる勝て勝て、あ、危ない、逃げろ。勝て勝て勝て、あーあー。なんか最初逃げたミスったらあれ。一番おかしい、さっきのおかしいで、ほんま。バックダウン俺も爆発しちゃったで。いやー、いやー、まあ、あれは逆に黒爆弾黒鬼当たったかしとったやな。あ、ほんまや。一人が死んで、あれやったやん、俺ら二人に。あ、そういうテクニックもあるやん。あー、あるな。うわうわ、おい、裏切られたしよ、裏切られた、ほんま自分の命だけが、ほんまに腹食いとか見せたな、ほんま結局腹食い、あんなの普通考えて逃げようと思わないです、ほんまに。全然イケメンでもなかった、ほんまに。お先、お先上がりです、ほんまに。あれやったことがほんま終わっとるやろ、中身が全くのあれやろ、金止まらってないからな、キリンの守りや。次はやったことがほんませこい、あれはほんませこいわ、さっきのは選手としての最後のトゲになる。お先でーすって上がったから、選手としてな、突っ込んで倒しとったよ、ほんまに。クローニューきっちり、惜しかったな、惜しかったな、はぁーって感じ。もうちょっとやったのにな、うん、くそ、もうちょっと攻撃力高くしてほしかったな、うん、メタバルとかの力。でもヒーラー2体も結構悪くないな、面白いパーティーやったな、うん、まあ悪くなかったな。クローニー以外やったらまず確実に倒せるからな、うん、クローニー倒せそうやったもんな、もうちょっとスピード的にも。クローニー倒せるスピードじゃなかったやろ、うん、全然行けとったやろ、時間的には行けとった。あれ追い詰められへんかったあそこで。そうやな、うん、アリオニとか鬱陶しいな、あれ鬱陶しいな、あいつ。あとアイテムをもうちょっと持ち寄ればもっといけそうだな、多分。確かにな、うん、そうやな。これ結局おにぎり使ってへんままやし、あれを地雷に変えとったらでかかった。それもおかしいやん、まあ、それおかしいぞ、それほんまに。おにぎり使ってへん、だって俺あれ攻撃されるかされへんからランダムちゃうんけ。ちゃうちゃうちゃう、それもちゃう、あれやな、顔がわかったな、俺の顔顔顔が中途半端やったから、ほんまは。顔しとったな、ほんまに。きついよ、ほんまの顔は。結構俺もちょろちょろ横で見とったけど、中途半端な顔やった。顔は関係ない、顔は。匂いが寄せつけない、黒にすら寄せつけない匂いが寄せつけない。匂いは今日ええ匂いしとうやん。それはあれかもな。それはないわ、ほんまに。それはもうあるんやろな。ほんまに。一周がしたから黒にすら。それはあるかもしれない。それええことやん。自分らも臭なればええやんじゃん。俺は結構ええ匂いしとったから、あれやろ。結構寝られとったやん。その高を発する匂いははっきり言うけど、それはほんまに。普通では、普通に生活だったら匂いは別に、絶対に発するようできん匂いやから。俺、多分ええ匂いしとる今。匂ってみてよ。いや、ほんまに匂ってくる。それ、俺が。まず匂っていいか、じゃあ匂って。ほんまなんか確かに。おかしいやろ、普通の人とか。絶対匂い。ほんまに、それはもうな。なんだよ、この匂い。俺でも自分の匂いじゃあ。一回じゃオフ会とかで一回やった時に、ほんま匂ってみてほしい、全員に。3人ぐらい届ける俺の匂い。ほんまに。オフ会やった時に多分もう、広まると思う。あ、タカさんの匂いそしてやばいな、みたいな感じだもん。そうやな。ほんまに。あ、クローにも近づかれへんね。あんだけど攻撃力持ってしてもな。そうやね。戦われへんわけやから。きついとかあるよ、お前。ただ、で、逃げ出すと。レジェンドやな、あれ見てたら、ほんまに。レジェンド。いや、田中さんは逃げ返った。レジェンドやった、ほんまに。錦野明と一緒やった、ほんま。そうやな。まあ、とりあえず、今回はレジェンドパーティーで試したんですけど、まあ、案外回復2体もね、いけないことないかなという感じはしましたけど、まあ、とりあえず最後は、まあ、タカの、匂い。卑怯な感じ出ましたね、結局は。匂い。人間性が一番出るな、バスターズ、やっぱり。ほんまに。人間性がよう出るわ、このバスターズは。タカの腹黒さが伝わったところでよ。伝わったな。うん。もう僕は何も喋りません。黙秘権使います。いや、そうやってなんかまた自分の黙ってみたいなの言い出してな。ほんまに。まただって言うやん、タカはまあ、なんでもかんでもな、黙っとったらええと。そう。誘導していくやろ。うん、視聴者は自分の方に誘導していく。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 どっちが誘導したい、匂いとかなんとか。ほんまに感じたし。どっちが誘導したい、ほんまに。汚いぞ、それは。ほんまに。タカ、いつも汚いからな、ほんまに。それはもう体も汚いけど、心も汚いから。体も心も綺麗じゃん、ほんま。匂いも綺麗や、ほんまに。それはあるかもな。まあ、とりあえず、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。